こんにちは、久保です。いや、今日はね、寅さんに扮してお届けしたいんですけども、なんとね、待ちに待ったことが2つ今日は起きました。1つはですね、男はつらいよ第50作、こちらが本日からロードショーなんで、これから私行ってこようと思うんですよ。で、まだもうちょっと1時間ほど時間があるんで、待ってたら待ちに待ったの2つ目が届いたんですよね。それはこれです。じゃん、これ見てください、この段ボール、トランク、男は辛いよトランクでございます。これはね、20万円を超える、今回のね、メモリアル商品なんですけども、8月ぐらいに注文したのがやっと来たんですよ。いやこれすごいですよ。これから開けてみますんでね、ご覧いただければと思います。ババッと、これは何が入ってるかと言いますと、説明書が入ってますね、これね。はい、で、段ボールを開けるんだな、これが。これちょっと投げちゃおう。で、これがすごいですよ。いっしょ、ドンと来るわけじゃないですか。で、なんか入ってる付属品が、なんだろう、これ、あ、ちっちゃいトランク、名刺入れですよ、これ。名刺ケースが入っていました。はい、ありがとうございます。あっと、で、避けて、これは何かと言いますと、ぐるっと開いて、ほら、トラさんのね、公式トランク、ついに出た。これ、男はつらいよトランクでございます。じゃあ、これをね、一緒に開けてみましょう。バンと、じゃん、あ、紙が入ってる。また紙が入ってる。あ、袋が入ってる。おっ、まず一つ目、これ何でしょうか。これはね、男はつらいよの前作の宣伝用ポスターなんですね。ちょっと開けてみますよ。全部入ってますからね。うい、ほら、ハイビスカス特別編ね。これちょっと開けちゃうのもったいないな、折れちゃわないように出さないと。はい、紅の花、紅の花ね、これあります。50作全部あるんです。これがね、欲しかった、ずっと。このポスターがなかなかなかったんでね、今回印刷していただいて本当ありがとうございます。これね、いただきました。それからバッと開くと、はい、男はつらいよの記念本、50作記念本が入ってますね。これ裏話表話満載で、マドンナも全員出てるというね。じゃあ、これをここに置いてと。次、これはなんだ、こういうのが入ってますね。次がハイビスカスな、これなんでしょうか。解説書かな、多分ね。これ今まで販売された DVD 一つ一つに入ってるブックレットっていうか、内容を説明したものとか、キャストさんとかのね、一覧なんだろうなと思います。貴重品でございます、ありがとうございます。さあ、次、これはなんだ、男はつらいよ復刻トランク、ブルーレイ全巻ボックス、ピンバッジセット。ほう、よいしょ、よいしょ。これね、ピンバッジが中に入ってるみたいですね。ピンバッジって言うけど、これ実際に使う気になるかな。あ、ほら、額縁に入ったピンバッジが、さくらさん、トラさんともにございますね。こういう風に、裏はこういう風にね、額縁でこうね、こういう風に写真立てみたいにやったり、ぶら下げるような紐もついてますね。じゃあ、こちらの方もこういう風にね、留めさせていただきます。よし、ちょっとね、編集も何もしてないですけども、すいません、映画が近いんで。はい、あとはこれです。ドン、はい、これパーカーかなんかですね。珍しいですね、トラさんパーカー。プリントスターテクノロジー、ストレッチ防風でね、男はつらいよ50作と書いてます。パーカーじゃないな、トレーナーかなたになるね。普段着、カジュアルにどうぞということで、男はつらいよもこうやってカジュアルに来たという若者向けですね。はい、じゃあ次ですね。あとは言うまでもないですね。これはね、男はつらいよのすべて、50作すべてがブルーレイになってますね。4K リマスターってやつですか。これが全話分入ってます。49作すべてですね。特典ディスク2枚組、なんだこれ、特典ディスク2枚組で、
あ、これすごいですよ、これ得点ディスク。これはね、山田洋次監督に聞く男はつらいよ誕生から50周年を迎えとかね、こういう風なものでございますね。それから50周年プロジェクト発表会とかね、特典で特報予告編、うん、わ、これはね、男はつらいよ26年目の素顔、なるほど、テレビシリーズで放映された男はつらいよをまとめてくださってるんだと思います。うん、他にも何かあるかな。なんか私としてはね、男はつらいのテレビ版が入ってればなと思ってたんですけども、最後にこういう箱が入ってます。空っぽです。50作はこれから見ろってことですかね。はい、じゃあ見てまいります。他はもうないですかね。当然ですけども、こちらの方はこの箱をスパッと抜いて飾ると、うん、飾れるかなこれ、抜けない、抜けないよこれは。抜こうと思ったらこれがね落ちてくるんで抜けないですね、厄介だな。まあいいや、ブルーレイが全部入ってるよってことですね。ちょっと見にくくてすいません、ちょっと遠いですからねカメラまでね。まあこういう風なブルーレイが全て入ってるよってことですね。うわーすごいな。じゃあこれをね、これをざっと開けて全部飾ってみたらどういうことになるかなってことですけども、これパーカーがあってね、特典のこういうのがあって、でピンバッジもある、ポスターもあるということで、ああこの内容で、まあ、20万、当然ですけど私ブルーレイじゃなくても DVD 全部持ってますからね、その上でやっぱりね買っちゃうんだねこれはね。やっちゃった、買っちゃった。まだまだトラさんすごいな。あの先日ね、美空ひばりさんの、あ、これもあった、名刺入れもね、美空ひばりさんが AI で蘇ったあれからっていう曲をねすごく感動して聴かせていただいたものですけども、こうやってね男はつらいよ、渥美清さん、トラさんもまだこの令和の日本に息づいてるのかなと思っちゃいますよね。しみじみ、これからブルーレイ版もしっかり見させていただこうかと思いますし、今回ねこのトランクの内容を見て、あ、欲しいな、いいなと思った方は注文してみてもいいんじゃないですかね。ただ20万なんでね、やっぱりトラさんといえば財布に500円しかないもんですから、なかなか難しいですよね。それではね、本日はこの男はつらいよ50周年のこれから映画に行ってくるんですけども、映画の前にこれが届いたってことでね、皆さんに動画の方で紹介させていただきました。ちょっと編集も何もしてないんでね、ベタ撮りですけども、何かの参考になれば幸いでございます。またね、葛飾柴又のトラさんサミット、こちらの方にも私広島から広島のトラさんとしてね、この格好で出てまいりますので、記念写真一緒にねまた撮りましょう。昨年もその前もご一緒させていただいてお世話になったので本当ありがとうございます。まだまだトラさんとしては駆け出しでございますけどもね、広島、それから岡山、この辺を中心にですねトラさん旋風を巻き起こしていきたいと思っている若造でございます。西に行きましても、東に行きましても、とちとちのお兄さんお姉さんに500回かけがちたる若造でございます。それではありがとうございました。ちょっとずっこけちゃいましてすみません。ではこれからもよろしくお願いします。